9月29日の誕生花はアメジスト星磁です。メキシコから中米原産の多年草です。宝石のアメジストのような美しい紫色の花からアメジスト星磁の名で流通しています。すっと長く伸びた花茎の先に縦に連なるように紫色の花穂をつけます。鮮やかな紫色の花が風に揺れるように咲く姿は美しく目を奪われます。薬効のある聖樹ではないので主に観賞目的で植えられます。シルバーグリーンの葉と晩夏から秋にかけて咲く紫色の花が美しく広いスペースに植えると目を引きます。実はモコモコした質感の花に見える紫色の部分は萼なんです。花は萼から飛び出すように咲き、花色は白や紫、ピンクがあります。残念ながら特に良い香りがすることはないのですが、細く長く伸びた花茎の先に小さな花穂をたくさんつける姿がとても綺麗で、シルバーが買った葉との相性もぴったりです。このふわふわした花と産毛が生えているシルバーグリーンの葉の質感が少し肌寒くなる秋にとても合っているなと思います。切り花として飾ってもいいですね。アメジスト星磁はどちらかというと乾燥気味を好み、肥料もそれほど必要とせず、とても丈夫で育てやすいため、公共の場所でも美しく育っている姿を見かけます。まっすぐ上にではなく、株元に近い部分から斜め状に伸びる特徴があります。地植えで放任するとものすごく大きく育つので、コンパクトに育てたい場合は梅雨前くらいに草丈2分の1くらいまで剪定するのがおすすめです。公園などで見かけたらベルベットのような花を優しく触ってみてください。ふんわりした質感がたまらなく可愛いですよ。